よろししくお願いしますこれ夏、去年の夏ぐらいにあの投稿して、えーとまあ、通ってドれイブ会議で話そうと思ってたんですけども、まさかこんな,あのなんというか暗い話題のセッションを、こんな暗い時期にやってしまうと思わずですね、えー、とこんなものになってしまったんですけども、まあ、アプリ用の閉じ方です。はい えっと,、はいえー、っと、改めまして、えー、っと、新身と言います、えー、っと、お仕事としては DNA であの、タクシーの配車アプリ、モブですね、あの、あの、1セッション目というか、1トーク目でやった、あの、 ゆうりさんんとと同じところなんですすけれどもやってますであのアプリだとかサービスだとかを終了することに関する話をするんですけれどもあのモブは終了する予定はないので皆さんよかったら使ってやってくださいはいでえっ、ー、とそれとは別というかその前に去年の夏までにあのハッカドールというサービスの開発をしていましたえっと君,君にシンクロするニュースアプリと題したサービスで、えっと、5年間 運営して、えー、去年8月に惜、まあ、しまれつつ、えー、サービス終了をしたんですけれども、えー、アプリとしては、まあ、少し特殊というか、えーとまあえー、と通常ではない終了の仕方をしたので、えー、とその話をちょっと交えつつもあっと今回の発表をしていきたいと思います。はい でえー、とさて、えーと、サービスを終了することになったんですけれども、えー、とあそっか配信を中だとラグがひどいから聞けないのかあの、聞いてる人の中でサービス終了したことのあるに携わったことある人ってどれくらいいるのかなってちょっと思ったんですけれども、ちょっとラグがひどいか、いろんなアプリがこう世の中に あえっと、あってでサービスの携帯もそれぞれだったり、えっと、終了することになる背景だったりもそれぞれなんで一応まあこん今回はこんな想定でいこうかなと、えっと、思いますえっとまあ何ヶ月もかけて、えー、開発したアプリいよいよ Google プレイに公開しますよねしましたわーい感じなんですけどもえっとリリース当初はまあ話題になってリリースしましたってこう 席に公開していくわけなんですけれどもあの、まあ、次々に新しいサービスが生まれる中徐々に、えー、と埋もれてっていくわけですねで、えー、とがんやばいやばいって言ってこ少しの間あがいていったりするんですけれどもあのよいしょ残念ながら、えー、とその努力も虚しくサービスを終了する判断が下されてしまいます。 で、えー、アンドロイドアプリのエンジニアとして所属する我々は、えー、アプリをストアから取り下げるタスクを任されることになりました。もうなんかめっちゃ暗い感じですよね。はい。えー、こんな時期にすいませんっていう感じなんですけれども、えー、っと、まあ、まあ、な、なってしまったものは仕方がない。前向きに、えー、前向きに考えていきましょう。で、えー、っと、まあ、終了していくんですけれども、具体的な話をする前に、 Google プレイに公開しているアプリを、まあ、取り下げるとか閉じるとかにあたって結構一般に思われるような想定と違ったりすることがあるので、まあ、少し前提の話からしていきたいと思いますはい Google プレイからアプリを落とすっていうことはどういうことなんでしょうえっ、ー、とよいしょ Google プレイコンソール から確認できるアプリって、えーとまあ、いくつかのステータスがありますあの一覧でこう出ていて、えー、と公開中だとかっていうの,のやつですねで、えーとまあ、リリース前と後で、あのー、ステータスのセットが変わるんですけれども結構これ細かく定義されています、えー、と例えばリリース後だと公開中ですねあの一番よく見るやつですねえっ、ー、とアプリがより出てる状態 でアップデートを処理していますとあります。これもよく見ますね。アップデートをリリースして配信した時に、えー、ときにぐるぐる待っているような状態ですね。でアップデートを非承認。えー、とこれは、えー、なんだろう、えー。あったあったあった。えー、アプリをこうアップデートしたら何かに引っかかったとかいう状態ですね。で公開停止中。で停止中削除済み。これは、えー、とデベロッパー側によってアプリを止めた状態だとか。 Google プレイのポリシー違反になっちゃった場合とか、えー、ともうすでに、えー、と Google プレイによって削除されちゃったみたいな状態ですね。ですでえー、とつまり一般に認識されるようなこうサービス終了によってこうブラウザを開いて Google プレイを開くと404になってるみたいな状態をは、えー、と公開停止中になります。なので、えー、と我々はここを狙う わけですねでえっとここで重要なのが、えー、デベロッパーは、えー、一度公開したアプリは Google プレイから完全に削除することはできないです。でえっとまあ、一部特殊な場合があるんで後でま触れるんですけれども、えっと、Google プレイでは一度公開して1人でもユーザーがダウンロードしたアプリはについてはあの完全にストアから削除することができません。 でなので、えっと、一番近い手段としては、えー、アプリを公開停止中状態にするということです。あの皆さん見たことあるかもしれないんですけれども、Google プレコンソール上で、えっと、ストアの表示から価格と配布っていくと、えっと、こんな画面が表示されますよね。で、えっと、アプリの公開状況っていう項目見たことあるやもしれません。これですね。あの 大体怖くて押せないんで、そのまま放置しておくんですけれども、あの、これを切り替えることによって、アプリを非公開の状態にすることができます。なんで、えっと、これ切り替えるとどうなるか気になったことないですか押さないですよね、普段。なんで、えっと、押してみました。ドン。はい。えっと、こんなダイヤグが出ます。まだ大丈夫です。<laughs> はい、アプリをあの非公開にするには、えっとまあ、このダイアログの確認ボタンを押して、えっと、アップデートを送信と押すだけです。すると、まあ、ストアからアプリが消え,消えます。で、えっとまあ、ダイアログに書いてある内容だとかもこの後触れるんですけれども、えっと、少し前提の話がこれにさらにあります、えっと。このスイッチ変更できるようにするには、えっと、いくつかの条件が実はあります。えっと で基本的にはストア情報をいじるのと、まあ、同じ状態というか注意点なんですけれども、えー、一つは最新のデベロッパー販売配布契約に同意していることこれあの同意するまでストアの情報をいじれなかったりするやつですねあの全体がグレイアウトするやつですねでもう一つが対応が必要なエラーがアプリにないことこれも、えー、と例えばコンテンツのレーティング質問表って最初やると思うんですけどもそれに、まあ 回答してることだとだかえっと最近だとアプリのターゲットユーザーとコンテンツに関する詳細情報みたいなやつが追加されてえっと全員こう答えなきゃいけないみたいな状態になったと思うんですけれどもえっとこれも同意するまでストアの情報がいじれないやつですグレイアウトになるのでえっとこれも前提条件になりますであとはえっと非公開にするアプリが時間指定公開が有効になってないことこれもまあ あの予約するのにかぶせて落とせないみたいなそういうことですね。です。で、えー、もう一つ、えー、複数人のチームの場合は、えー、とまあそれぞれいろんなユーザーの権限を振っていると思うんですけれども、えー、実際にアプリを非公開にするタスクを持ってしまったかわいそうな人がは、えー、とこれらの権限が必要です。 えと公開済みのアプリの場合は、この製品版、一番上のやつですね、製品版リリースの管理。で、公開前のアプリの場合は、テスト版トラックのリリースを管理できます権限にが必要になります。で、これも、権限をいじるには一度、アプリのところからすべてのアプリで戻って、設定からユーザーと権限で設定できます。 はいじゃあ、無駄に動画で見てみましょう、えー。押しました。ダイアログが出ました。はい、でこれをよく読んで、えー、よく読んで、確認を勇気を持って押す、はいで。非公開状態になったアップデートを送信。ですね。これでドキドキしながら、ほ、え、ど、ー、なくしてアプリがストアから、Google プレイから消えることになります。はい、あループしちゃったはい えとでさて、えーと、あえてこう削除じゃなくて非公開っていうような言い方をしているんですけれども、この非公開にしたアプリって、実際にこうユーザーの目にはどう触れるんでしょう。えー、Google プレイにはいろんなこう動線が用意されているので、えー、とそれぞれで見ていきたいと思います。はい、まず、えー、Google プレイの検索ですね。 えっとこれはアプリがその Google Play の検索にえっと非公開になったら引っかからなくなります。これはえっとアプリをインストールしている人してない人に関わらず全員でだいたいこうストアの文言を変更するのと同じぐらいの時間で反映されます。されました。えっと物によって違ったりだとかえっと明確にこう何分で落ちるみたいなことは決まってるわけじゃないんですけれども実測でだいたい えーとまあ、ストア文言と同じぐらいかなっていう、えー、と感じでした。で、えー、とあとは、えー、と直輪ですね。直リンクだとか Google プレイ内のリンクだとかで、えー、とストアのページに遷移できるんですけれども、えー、と非公開する前にこうユーザーがインアプリをインストールしていたかどうかで結構変わってきます。えー、とまず、えー、アプリを一度も インストールしたことない人には、まあ、当たり前なんですけども、えっと、見えなくなりますで、えっと。同じようにログインしてない人にも見えません。これもまあ当たり前っちゃ当たり前ですね。はい、でただ、えっと、現在進行形でアプリをインストールしている人には見えます。でかつ、えー、以前インストールしていてで端末からアプリを アアプリをンンインストールした人にも見え続けますそうなんですす見え続けちゃうんで,すであと似た条件で、えっと、同じアカウントで別の端末でインストールしている場合これも見えてしまいます。でえっと PC でも同様でブラウザでえっとアプリをインストールしたアカウントでログインするとえっとその直輪で叩くと見えてしまいます。 でえっと、これ、Google プレイ内ですね。えっと、ドロワーメニューから、えっと、マイアプリゲームってたどっていくと、えっと、ライブラリーっていう項目がその一番上にあると思うんですけれども、えっと、そこから見えます。えっと、過去インストールしたことがあると、人は見えるんですけれども、えっと、これも同じですね。あの Android、端末歴が長い人 は、お手元のスマホでも見ていただくと、あの下の方に古いアプリがこう残ってると思います。で、これも同様です。あの1度でもインストールしていれば、ここからストアのページを閲覧することができちゃいます。で、えっと右側にこう見るとあのバツボタンがこういっぱい並んでいて、えっとタップするとライブラリから消せるんですけれども、これでもここで消してもまたえっと直輪で辿っていくと、えー、見えてしまいます。 なので、えっと、まあ、言うなれば、えっと、お客さんがまだ中にいる状態で、お店のシャッターをこう、ガラガラって落として、えっと、いう状態ですね。ただ、勝手口は開きっぱなしなんで、そう入り方が分かってる人だったら、もう、出入り自由で入れちゃうみたいな、そんな状態になっています。はい。さて、えっと、じゃあ、Google プレイで、こう、アプリを非公開にするっていうことは、どういうことなのかが分かったので、アプリを、改めて、こう、アプリを、 えー、閉じることになった我々の、えー、と手段だとか行動を見ていきたいと思いますはいその1放置はいえー、とまあまず一番分かりやすい、えー、と放置のが放置パターンですねえー、とまあ最初こう会社の挙げて中力事業として開発を進めていたのにこういざリリースしてみたらこうマネタイズがうまくいかなくて えー、だんだん人員が削減されていってアプリの更新頻度がこう減っていくうちになくなるみたいな、えー、とパターンです。はいこれ、えーとまあ、いい結構い胃がぐって痛くなるようなあのパターンなんですけども、えーとまあ、これどんな場合で取れるかっていうとあの本当の意味でこうサーバーレスだった場合だとかその本当にアプリがサーバーに頼らずスタンドアローンで動いている場合とか。 あるいはこう純粋にアプリ内の,あの広告収入だけでえっとまあアクティブがこう十分にいて広告収入がこうえっとある程度サーバー費用がまかなえている状態みたいなのがまあ考え一応考えられますね。でえっとこの場合当たり前なんですけどもコンソールでは何もしません放置なんでねまあせいぜいダッシュボードを見ていくぐらいですかね。えっと見ておきましょう一応。で ただあの、放置してノーメンテナンス通すっても、もちろん弊害はこれあって、えー、と主にまあ2つ考えられます。ターゲット SDK バージョンの縛りと Google、えー、プレイの規約変更ですね。ターゲット SDK バージョンの縛りは多分あのご存知の方多いと思うんですけども、えー、と毎年こう対象の API レベルが、えー、と引き上げが行われているので、ターゲット SDK バージョンをこう更新していかないと、 11月を目安にアップデートが配信できなくなるみたいなやつですね。あとは、えっと、Google プレイの規約変更ですね。これは、えっとまあ、不定義なんですけれども、最近だとターゲット、さっき挙げたターゲットユーザーとアプリのコンテンツ設定の項目だとか、新しいポリシーがどんどんこう追加される場合、施行される場合などがあったりします。なんでこう 放置してても後からこう法的なサムシングみたいなのがこうアプリの中で見つかったりとか急にこう掘り起こされてツイッターで炎上しちゃったりとかいった場合で緊急でこう何か対策を打つ必要が出てきた場合にこうこれ放置してると実はすぐにアップデートが配信できないみたいな場合がえっと出てきます。なんでアプリが炎上してるのに例えばターゲット SDK バージョン 上上げたら今度はあのコード側も炎上し始めてみたいなこう目も当てれない状態がこう起きてしまうことがあるんでこれ気をつけないといけないですねということとあとはんこれ特に気をつけないといけないのがあの将,来将来的に Google プレイの規約変更が最近入ったみたいにこう入った場合にプレイ上のと全デベロッパーにこう通達が出てこう対応してくださいみたいなあの通知が出たりするんですけれども。 あのこう放置していくとあの規約違反とかで最終的に Google プレイからアプ,リをアプリを削除されるようなリスクが生じます。も、えっともと、まあ、死を迎えているアプリだったらいい、まあ、良くないんですけど、えっと、放,置あの放置パターンになっちゃうこともあるんですけれども、まあ、違反が重大だったりだとか数が多かったりすると今度はアカウントそのものがえっと停止のリスク可能性が出てきてしまいます。なんで えっとそうなるともうあの公開中のアプリとかも根こそぎあのごっそり持っていかれちゃうのであのだんだんこう会社の閉じ方みたいなあの <laughs> 形に、えー、となってしまう可能性が今度は出てくるのでまあ,あの必ず対策は打つようにしましょうということです。はいで えっと、余談なんですけれどもあの、広告で稼いでるようなアプリの場合だと、えっとまあ、毎月のこう広告費がすごく微妙にこう入ってきて、まあ、それをこう計上する人件費とか、計上してる人のモチベーションなどあのとかで天秤にかけて、放置してるけれども、広告だけ配信停止にするっていうパターンもあったりします。はい さあで、えっと、もう一つのシナリオ,シナリオ2として、えっと、明確にサービスを終了させるパターンが、えっと、考えられます。えっとはい、これも、えっと、シンプルなパターンなんで、あんまりやることが複雑でもないんですが、いくつかこう気をつけるあの点があります。 えっとまあ、リリースして売れないはさっきまでと一緒なんですけれどもこのサーバー費用が茶化せどんどん、えっと、かかってるので、えっと、続けられないよねっていう形になって終了するパターンですね。で,す、えっと、でえ一つ目の注意点としてはこう入り口を閉じてるだけの状態なのであのユーザーが将来的にこうアプリを起動できるという点ですね。 えとなのでえっとサービス終了後に起動したユーザーのこともえっともちろん考えておく必要がありますなのでえっとまあサービス終了後に起動しただけだったらいいんですけれども将来的にこうユーザーが別の端末でえっと思い出して見つけて再インストールしてえっと開いてみてみたいな時にこう事故らないようにこう不適切なことにならないようにえっとケアしてあげる必要がありますね例えば、えっと ストアの文言をまあもちろん終了用にまず差し替えるだとかえと設定ファイルだとかあのアプリによっては取りに行ってたりとかサーバーとの通信がこう失敗した時にえと文言をちゃんと変えてあげるだとかえただ単にこうサーバーとの通信が失敗しましたじゃなくて例えばえと何月何日にサービスが終了しましたっていうのにこう変えてあげるだとかあとはえと新規登録動線だとかこうアプリの えっとサーバー頼らず、頼らずにこう。えっとローカルで最初登録できるようにしてたり、とかする場合はえっと登録できてしまうんで、えっとまあ、そこで混乱が生まれないように、えっとケアしてあげる必要がありますね。ということです。はいで、えっと課金要素もこれ、えっと気をつける必要があります。一度きりの課金の場合は？<laughs> すいません。えっと1度きりの課金の場合は？ あの仮想通貨方式の場合は返金してあげないといけなかったりとかある程度こうまあ法的なえっと対応があるんですけどもとにかく言いたいのはえっと定期購入の方ですねえっと一度登録した定期購入メニューって削除できませんもう一回いきますこれこれそうなんですあの引っかかったんですけれどもハッカドルでもえっと えとプレミアムマスターっていってこうサービスを応援できたりだとか、えーとまあ、機能が開放されたりみたいな形で定期購入の,あの話あのサービスを、えー、と提供してたんですけれどもこれ、えー、と一度あのさあやめ,やめようっていうことになって初めて気づいたんですけれどもあの一度リリースした継続課金のメニューってあれ削除ができないんですね。で あのゼロ円にでき、して、しのぐかって思ったんですけれども、価格が、その、許可されている価格帯でしか設定できないんで、えっと、日本の場合は、ちょっと、えっと、変動したりとか、えっと、変わってるんですけれども、あの、99円から4万8000円かな、えっと、での設定で答えとなってるんです。なであので、ゼロ円にできないですね。なんで、えっと、どうなるかっていうと、Google プレイ上では、えっと、終わっても定期購読を継続利用できるように見えてしまう。 だとか、えっ、ー、と、購読してる人はそのまま購読がこうどんどん続いてってしまうとか、えっ、ー、と、まあ、今はないんですけれども、もし、もし、将来、Google プレイが、こう、アプリの中で対応したとしても、えっ、ー、と、アプリ外、例えば、ブラウザーから、えっ、ー、と、購入できるような仕組みが、あの追加されたら、え購、ー、読ができてしまう可能性が、まあ、少しだけあります。じゃあ、 どう対応するんでしょうか、これ。えっと、ハッカドールでの事例なんですけれども、まず、まあ、アプリでやるべきことはやりきるですね。えっと、アプリから、えっと、定期購入の動線はもちろん最初消します。で、えっと、アプリ、まあ、お終わってしまうんで、えっと、アプリから定期あの課金関連のコードも全部消してしまいました、ハッカドールの場合は。で、えっと、 これだ,んだんちょっと、ま、アンドロイドじゃないところに入ってくるんですけれども、あの、サーバーで継続こうを確認するバッチはまあ停止しますよね。とか、えっと、既存の課金ユーザーは、こう、動線廃止と同時にこう全員キャンセルして、えっと、で、継続確認のバッチ止めてるんで、えっと、内部的な定期購読のフラグはオンのままにしておく。なんで、こう、既存のユーザーは、そのまま変わらず、えっと、ギリギリまでサービス、 の終了までえっと定期購入はできてる状態にしてえっとサーバーとしてはそのバッジを止めてるし新しい人の動線も止めてるんで新しい人は入らないようにするみたいな止め方をしていました。であとはえっと仮に来てしまった場合に備えて Google プレイのこうユーザー課金通知を検知してえっとすぐにこうキャンセル返金みたいなするコードを用意していました。 えっと、サービス終了後もこ,うこれも終わっても一定期間はコードを動かし続けるみたいなことでなん、えっと、とか、えっと、しのいでいました。で、えっと、この課金通知を検知してすぐにキャンセル返金するコードなんですけれども、まあ、ちょっとこれも脱線するんですけどもこうリアルタイムデベロッパーノーティフィケーション経由で、えっと、ユーザーの課金ステータスの変更をこう感知できるので、えっと 我々というか、う、え、ち、っと、のサーバー側の人がやってた中だと、えっと、GCP の PubSub ブブで監視していた、なので、えっと、こうステータスがどんどんこう、えっと、か購入したようだとかキャンセルしたようだとか全部届くんで、それの言いなも検知して、えっと、購入だとか継続の場合は、えっと、キャンセルしてすぐに返金をするみたいなことをしてました。 でえーとまあ、サービス側の義務として一応その定義した最初に定義した期間のサービスはあの提供しなければならないので、えー、とこれも全部対応するにしてもある程度バッファー期間を持った行動が、えー、と必要だなということでした。でこれ全部対応しても <laughs> えと結局どうにもならないことが えっと、あって、えっと、サそのメニューの削除ができないがゆえにこうアプリのストアのページに行くと、えっと、アプリ内購入ありの表記がこうずっと出たまんまになるんですね。なんで課金停止以降も、えっと、消えずに残ってしまうので、えっとまあ、サービス終了するうんぬんの、えっと、文言とは別にこうストアの説明文とかで、えっと、補足してあげる必要があるでしょうということです。 えっと、業務連絡業務、ちょっと水を取ってもらってもいいですかね、そこら辺にあったりしませんかね、ない、ない、じゃあ結構です。はい、ありがとうございます。はい、で、えっと、まあ、大まかな手順なんですけれども、えっとまあ、振り返って、えっと、必要だ順番的には、まあ、必要なら,ならばアプリをアップデートしてあげる。えっと 課金要素だとか、えっ、ー、と、の削除だとか、ストア、こう、文言を変えてあげるだとか、えっ、ー、と、サーバーからの通知をケアしてあげるだとかっていうところと、えっ、ー、と、をやって、リリースして、で、今度はサーバーを止めて、で、改めて全部が終わった状態で、えっ、ー、と、Google プレイが非公開という、えっ、ー、と、手順になります。あすごい、ありがとうございます。水が届きました。思いっきり吸った音をマイクに乗せてしまった。 はいなんでえっと、まあ、順番に行くとえっとアプリをアップデートサービス終了後の状態でもこう正常に動作するようなとか分かりやすいアプリを作る必要がありますねということですあの終了を知らせるあの告知箇所を増やしたいとかあの、まあ、さっき言ったサーバーとの通信が失敗した時に文言を変えるだとかですねなりますでサーバーとあの僕自身は Android のエンジニアなのであの サバ側の話をちょっと聞いてえっと書いてるだけなんですけれどもまあえっと監視を止めたりだとかバッチ処理を止めたりだとかをやってでえっとうちメンテナンスモードって言ってメンテナンス中ですって切り替えるあの画面あのフラグがあったのでそれにえっと時間ぴったしにサービス終了の時にえっとフラグを切り替えてであとはその後 DNS を切り替えて あのアクセスできない状態にしてあとはゆっくり裏で停止作業をするみたいなことをしていました。で全部が終わって確認ができたら、えー、と Google プレイ非公開ですねでストア情報を更新して、えー、と全部が完了したら、えー、と非公開に移行するみたいな状態になります。はいです。で はい。番外編シナリオを用意してみました。そもそもリリースができてない場合、どうやって消すのか、あの、見ていきましょう。面白いんで。はい。えっ、ー、と、どういうことかっていうと、まあ、世の中にリリースする前に、あの、アプリに関係ない、こう、トラブルとかごたごたがあって、えっ、ー、と、まあ、リリースできずに終わる世界線ですね。 えっとまあ,あの、まあ、そうでなくてもあの個人の開発のでこうアップするだけして公開までいかなかったみたいなパターンとか <laughs> あの自分でやってる時にあ,の、えっとまあ、いやあるんで、えっと、それを知っておくとまたそれはそれで便利だなっていうことです。はい、こういう場合、えっと、少しやれることが少し増えたりします。 えっと何もアップロードしてない状態ではそう Google プレイコンソール上のこうアプリ一覧に右側出てると思うんですけれども、えっと、ゴミ箱アイコンがつくので、えっと、そこから削除することができます。えっと、で公開あとはえっとですね公開したけど誰もダウンロードしていないっていう,こう奇跡的な状況がえっと起,き起きると状態の中をやめようって判断するとあの 問い合わせでもしかしたら削除が可能かもしれないというえっとパターンがあります。で、えっと、これ、実際に試したわけじゃないんですけれども、あの、えっと、サポートの内容とか、えっと、クオーバーフローとか掘っていくと、えっと、全くインストールがされていないアプリとか、えっと、ユーザーがえっとサインインストールできないアプリにおいては、えっと、サポートチームにリクエストをあげると、そのアップとかゲームのデータ が、えー、といな、えー、と項目がありましたでえっ、ー、とそれを経て、まあ、なかなか対面せることでもないので、えー、といろいろ探してみるとサポートチームに実際に聞いてみた人がいて、えー、とアップデリーションでさらにちょっとこう、えー、となんでしょう条件があって、えー、とそのまずそもそもアプリがこう 停止状態になってるとかこう規約違反でリジェクトされてたりとか、えー、と削除そう別で削除されてるみたいなことになっていないことあと,、えー、とやっぱりその全くリリースしてから、えー、と現時点までインストールされていないことでこの、えー、とインストールゼロを保証するために、えー、と非公開の状態に、えー、と24時間以上なっていることが条件だそうです。 なのでこう、すごく奇跡的な状態で、えーと、リリース後、本当に何も告知だとかしてなくて、えー、と自分でもテストしてないみたいな状態であれば、あ,あやっぱりってなって消すことができるかもしれないです。はい、そして最後、えー、とサービス終了と,、えー、と公開終了が別々のパターンですね。えっ、ー、と、これが、よいしょ、えー、と終了するのと延命するのを 等をこう折衷、えー、案的に取ったパターンですね、えー、と二段構えな感じでハッ、まあ、カドルで実際に、えー、と採用した方法なんですけれども、えー、サービス終了後に一定期間こうアプリとしては公開を継続しつつ、えー、と終了を迎えるみたいな、えー、とパターンですハッ、はい、カドルの場合、えー、と終了した後にもこう なんというかただ単にこう終了してこうんでしょう終わりましたっていうよりかはこうあっと使ってくれたユーザーさんに何かし残してあげたいよねみたいな話があがってえーっとサーバーがなくても動く機能だけをこう残した最終版をリリースしていますえっと実際の機能そのものはこう終了前から開発してアプリに載せてて最終版はこの それらの機能以外を削ったみたいなアプリにしています。はい、具体的にまあどういうアプリだったかっていうと、まあ、ニ,ュースニュースとかをこう配信しというかえっとユーザーさんに届けるようなアプリだったんですけれども、えっとえっと、アラーム機能とアルバム機能ですね。アラーム機能は、えっとまあ、ハッカドールのキャラクターたちがえっと時間になったらこう。 起こしてくれるみたいな機能ですねで、えっと、アルバム機能は、えー、っとい,いろんなこうサービスを5年間運用し続ける中でいろんなこうイラストを書いていただいたりとか、えっとまあ、チュートリアルで漫画をちょっと用意してみたりとかムービーを配信したりだとかいろいろやってたんですけれども、えっと、そ,れぞそれをこう一覧して手元で表示できるような機能ですね。っていうのを2点、えっと、開発して。 えとリリースして最終的にそれだけ残すみたいな状態にしました。なので、えー、とタイムライン的にはこんなイメージですかね、えー、と4月中旬ぐらいにこう通常今までの機能に、えー、と新しくアラーム機能をリリースして、えー、と5月中旬に、えー、とプラス、えー、と残念ながら終了することになりましたっていう告知ダイアログとあとは課金関連のコードを削除をここで行っています。 ハッカドールとしてのサービスは、えっと、運用したままで、えっと、7月中旬に、えっと、今の、えっと、アプリに足して、えっと、足す形でアルバム機能っていうのをリリースしていますで、えっと、そこからもまたサービスを1ヶ月ぐらい続けて8月15日に最終的にサービス終了を迎えていますでそこの時点から、えっと、8月15日に、えっと、サービス終了を当日に残す機能以外をこう省いた えっと、メモリアルアプリメモリアル版としてえっとアプリをリリースしていますそうですえっとサービス終了日当日にリリースをしました大型リリースをしましたなのでえっとめっちゃ高価ですえっとただまあある程度皆さんがでえっとまあやることはやってえっとリリースをしてえっと3か月ぐらい経ってある程度皆さんのダウンロードが終わった段階で11月15日に無事、えっと、公開停止中 と状態に変更するみたいな形で、すねなんで、えー、と表の下見ていただくと分かると思うんですけれども、あのその間まで一応その、えーと、必要な追加データだとか、えーと、アルバムの追加データだとか、えー、というのは、えー、配信はしておいて、えーと、15日に同時にその配信を止めるみたいなことをしてましたね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、サービス終了。 美に大型アップデーートをリリースしましまで、えっと、結構い,いろいろ大変というか、まあ、怖かった部分が多かったんで、えっと、工夫は一応したんですけれども <laughs>、えっと、機能開発を、えっと、いきなりぶつけるのは怖かったんで、まあ、いろいろあって結果的にっていうのもあったんですけれども <laughs>、えっと、機能開発をしたのを、えっと、終了前のリリースに乗っけてある程度そのバグが出たとかの直しは、えっと、見ておく。でえっと、最終版はこう リリースしてあとはこう不要になる部分をごっそり削っていくだけみたいな状態にしました流れにしましたでえっと追加機能ももうアクティビティ自体を切り分けてこういう子供も一切共有させなくてあの幸いにこうあんまり共通するコードもなかったんでえっと一切子供も共有させないみたいな状態にしてで最終的にこれ、えっと、8月7日かな えっと、13万行の削除のプルリクエストを出して、えっ、ー、と、ごっそり消し,したりました。えっ、ー、と、ねあ、これ、だいぶ辛くて、あの、マージするにも、あの、すごい悲しい形で、思いでこう、ポチって押したいなとか、で、えっと、iOS 側も同じことをやってるんで、えっ、ー、と、お互いに悲しいね、とか言いながら、ポチってしましたね。はい。です。 無事、えー、と結果的にリリースしてハッカドール自体は、えー、と大きなトラブルなく、えー、とおかげさまで、えー、と終了することができたんですけれども、えー、と全部終わりました11月15日を迎えて非公開にしましたさあ終わりましたえっ、ー、とアプリエンジニアとしてやるべきことは全部終わりましたただ、えー、と終わった後もやるべきことが、えーまあ、やるべきことっていうかやった方が良いことが えっといくつかあります、えっと、その一つが、えっと、まだレビューは投稿できます。なんでえっとさっき言ったようにシャッターを降りてるけれども勝手口が開いてる状態なのでユーザーとしてはまだレビューを投稿することができます。なのでえっとまあ自動で例えばレビューを監視しているようなサービスとかはあの止めずにこう残しておくとたまにレビューが届いてありがとうだとか、えっと、好きだったとかすごいありがたいコメントとあと悪化したとか。 えと星みはい。で、あとは、えっ、ー、と、まだ終わっても発信してる人がいます。コンテンツの、まあ、えっ、ー、と、内容がそれだけ良かったら、えっ、ー、と、まあ、終わってもなお発信してくれる人はいます。で、えっ、ー、と、例えばひっそりとイースタイグ的な何かを、えっ、ー、と、残しておくと、 えー、気づいてくれるユーザーがいて終わった後ともあ何これみたいな形で気づいてくれたりとか、えー、とハッカドールでやったのはこんな右側みたいな形で、えーとまあ、次元で公開していく、えーと,まあ、というか、えー、ダメですねそういうこと言っちゃう、えー、とハッカドールたちが、えー、と終わってもなおアプリの中で生き続けてくれる、えー、と隠し予想を入れてみたりとかしています。なんで、えーと まあ終わってもなお気づいてくれるユーザー、あ,ありがたいことに気づいていただけるユーザーだとか応援していただけるユーザーさんがいるので、えっと、それは、えっと、見ておくべきでしょうということです。はい。で、えっと、最後に、細かいチップスというか、やってみて、えっと、やった方がいいなと思ったことです。えっと、まず第一に、何よりも先に終了に向けての一連の作業、作業にあのプロジェクト名を付けましょう。 えっと他のチームがこういっぱいいる中だとか大きな会社だったらそれはとなおそうなんですけれどもこういっぱいチームがいろいろそれぞれサービスを運,用して運営していてこう頑張って日々努力している中で、えっと、サービスを畳む畳むみたいなことを言うのもすごくなんかこう周りにこう申し訳ない感じがあったりとかとミーティングをチーム内で入れていてもあのサービス終了定例とかができるんであの毎週ほどなく。あの 漏れなく気,分気分が沈むみたいなことですなんで、えっと、全然一見関係ないけど、えっと、よく考えると関係あるプロジェクト名を我々は付けていました、えっと。具体的に多分言うとなんなのでなん、えっと、だろうなジェミニみたいな感じの、えっと、ニュアンスの、えっと、プロジェクト名でしたねを入れていました。でえっと、あとは終了日金 ペンのタイイムライン細かくですねこれもまあえー、っとまあちょっと脱線するんですけどもえっとまあアプリだとかサーバーだとか、えー、エンジニアだけでなくてもあのだけでなく広報だとか営業の方だとかすべてがこう同時に動くんであのタイムラインとあの当日の進捗は細かくチェックして終えるようにしておいた方が絶対的に良いです。えー、っとで え最後、アンドロイド、これもアンドロイドじゃないんですけども、iOS の審査だとか、えー、とリリースに、基本的に iOS の方が時間がかかったり、えー、と大変だったりするので、えーと、iOS が同時にリリースできなかった時のプランも用意しておくことが大事です。えー、と審査だとかこうリリースのタイムラグでこう最悪当日浸透しきらなかったみたいな場合のプランを、えー、ともうちょっと待ってくださいっていうのをこう、次の日になった時にどうするかみたいなことを 用意しておくと安心です、はい、で最後に、えっとまあ、一番重要というか、まあ、使ってくれた遊んでくれたユーザーのことを考えてどういうつ、まあ、辛い状況なんですけれどもあの終わっあずっと使ってくれてた応援してくれてたユーザーさんのことを考えてどうしたらこんな状況でもまあ喜んでくれるかとは終わってもなお どうしたら喜んでくれるかなっていうことをまずまず第一に考えて最後までやりきるみたいなことが重要だと思ってますのでこんな状況でもどうしたら喜んでくれるかっていうのを考えていましたはい以上です <laughs> ありがとうございました